こんにちは、えー、一週間のご無沙汰でーす、えー、前回は、えー、形成外科の先生とあの対談したんですけどもあまり視聴率上がらなくて <laughs> 苦戦しとるんですけどでもあのコメントはですね前回「ひとりごと」シリーズの5回やらせていただいたんですがすごいあの本当真剣なあのコメントたくさんいただいてまして、えー、返事いように困るような質問もたくさんいただいてるんですけども。 えーまあ、このままま、えー、続けていきます <laughs>、えー、今日はですねうんちょっとあの前向きな話に持っていきたいと思うんですけども、えー、タイトル多分今日はね「さあ世界を飛び出そう」っていうタイトルでやりたいと思うんですけども、えー、日本の会社まあ僕が若い頃ですね二十歳代三十代日本のいろんな会社が世界に向かってですねいろんな商品を、えーまあ、売りに 構成をかけましたで大成功した例もあるし大失敗した例もありますでその中で、えー、一つ言いたいのは日本まあ僕も日本人なんですけどもやっぱり欧米諸国に対すすするる意識っていうのがすぐあるんですねでなぜそんなものがあるかっていうと僕自身もよく分かんないんですけども、まあ、対等にお付き合いしてやればいいんですけども一つはね、えー、一番大きな列島意識っていうのは言葉の壁なんですね。 で今インターナショナルとか子どもさんを生かしていらっしゃる方は結構多いと思うんですけども言葉だけででは解決しないんですね、えー、成功例もたくさんありますけど今日成功例言わないでね皆さんもよく、まあ、あまり小指し言うとねまたあれなんですけども、えー、多少入りますけども、えー、大攻生かけた時に、えー、一つは自動車ですね。 えー、素晴らしい自動車がやっと国産の自動車が醸成してきて世界に売れるようになって出てきましたでその時にね大失敗した会社が車が、えー、何台もあるんですで当時も、えー、うち、まあ、何回も言いますけど留学生が来てた時に「へーってこんな名前って言ってびくするんですよで僕も知らなかったんですけども「<laughs> なんでこんな名前アメリカで売るの?」みたいな意味わからないかけど当初は、えー、2 5 6年前かな で気,気がついたらっていうかアメリカで普段、えー、まあ1対1で喋ってる言葉みんなで喋ってることはスラックってあるんですね、えー、まあ仲間だけで通用するとかそういう言葉があるんですけどもその中の非常に卑猥な言葉にいっぱい当てはまる車がいっぱいあったんですよ。当然売れないですよね。 えー、ラピュタっていう車出したんですもう随分30年もっと前かなこれね、えー、まあアメリカ行ったってヨーロッパ行ったって結構スペイン語であったりラテン語であったりフランス語ドイツ語でいっぱいあるんですアメリカ行っても、まあ、ラテン語もあるし英語もあるんですけどもラピュタっていうのはね、えー、俗語ではです、ね、売春婦なんですよで例えばアメリカの GM とかフォードが作った車ね日本語で「売春風」って漢字で りら買いますもう毛嫌いするんですよ、ね、それ名前自身をでそういうのも平気で言っててやめました、えー、違う名前に変えたと思いますあの数字とアルファベットにでもういっぱいあるんですこれあのー、面白い話で言うとね、えー、ネイキッドっていうのを出したんですネイキッドって、えー、英語圏ではね全裸っていう意味なんですももう何回も言いますけど えー、例えばイギリスの車がですね「アストン・マーチン・ネイキッド」って言って日本に持ってきたら売れるかもわからないですけど「アストン・マーチン・ゼンラー」って書いたら絶対買わないですよねそんなね、えー、失敗いっぱいしてるといっぱいありますよあのー、ビッグホーンってちょっと卑猥な言葉になりますけど日本でう大きなスローですよね向こう行ったらぜ、ね、巨大なおちんちんなんですそんなも露骨にそういう名前をつけてね売ってしまってるんです これ何が原因だだと思いいますすかね言葉だけじゃないんです現地の状況を分かってないんですねだからこんな失敗を延々と積み重ねてきてるのが日本の自動車これもう読み上げたら気にないですよそれぐらい大失敗してるんです、えー、もっとあの自動車よりもっと早く40何年前かなあの日本のコンピューターがね IBM に対抗できるコンピューターを作ってアメリカへ売り出しました。 えー、僕覚えてるんですけども、えー、2社日立と富士通がアメリカに、えー、製品を売り出しましたで、日立はハイタックという名前をつけたんですねなんと富士通はフ,コムファコムにした参加早口で言ってくださいファックになるんですねで慌てて富士通に変えましたであの巨大メーカーでさえアメリカで使われてるそのスラックですね俗語まあ俗語じゃないですよ普段普段ファックって使われてますから そう下品な言葉かどうかも吟味しないまま出してるんですで今だったらそんなバカなことをする、えー、グローバルな会社は日本でもないと思うんですけども当時は向こうの状況を知らないがまま日本人が発送した名前をそのまま持っていってるんですね、えー、僕が当時社長だったとしたらもう現地の人に名前を付けてもらいます逆に。 耳障りのい,い言葉、英語で耳障りのいい言葉ラテン語で耳障りのいい言葉をつけてもらうっていう発想はね当時、まあ、30年40年前ってなかったんでしょうねただこれね一回も失敗してない会社2社あるんです自動車でどっか分かりますいち早くアメリカに進出した会社ホンダとトヨタなんですこれは一つもネーミングのミスはしてませんで、今申し上げたのは、えー ホンダ、トヨタ以外の会社ばっかりなんですで今からねこれ今話聞いておられてもう笑われると思うんですけども今もし日本の企業が、えー、例えばブラジルへなんか出すあとで言いますけどもアメリカへ出すメキシコへ出すフランスへなんか売り出すイギリスへ売り出すなんてこんなバカなことは絶対しないです。なぜかっていうと現地の人をネーミングのリーダーにして名前つけることやってますから。 まあ、トヨタなんかでもヨーロッパで,ではヤリスって今日本でもヤリスになってますけども、えー、日本で言うとはビッツですよねビッツっていうのちょっと意味わかんないんですけどもトヨタはそんなに失敗してないんですそれとホンダもえー、と、まあ、オハイオ州に古くから自社工事を作ってやったんでやっぱり現地の人がものすごい働いてるんですねでああいうことを考えていくと、えー、さっき言った列島意識の前にですね知らなすぎるんですね向こうのこと。でこれが、えー 今は成功してますよ。自動車も。まあトヨタも世界一になったし、でもよく考えたら、えー、敵を知らずして、えー、商品を持っていってるがためにもう惨敗してるんですね。あのー。孫子の兵法にあるんですけども、敵を知り、己を知れば百戦百勝っていう言葉があるんですけども、敵を知らずとして己を知ってもですね。50章50敗。 だから自分のことは自分の車に関してはよく知ってても、えー、相手のマーケットのこと車の性能じゃないですよたかがネーミングで売れないんですそういう市場敵を知らなかったんでしょうねマーケットでそんな例がね成功例もっと面白い話では日本の弱電メーカーがですね えーまあ、ブラジルなんですけどこれはまあなんか当時日系ビニールとか,になんか失敗例がいっぱい載りましたけどねもうずいぶん前ですけど、えー、ブラジルに日本の巨大家電メーカーが、えー、日本のハイテクの、えー、冷蔵庫を売り出したんですねで十分にマーケット調査多分してないと思いますで韓国製も売り出しました日本製はほとんど売れないんですゼロに近いんです 毎月何十万台売れないでかいのは冷蔵庫がねもう数台しか売れないですねでおかしいと思って値段がちょっと高かったらしいんですけどもそういう問題では全然ないですブラジルの冷蔵庫っていうのは、えー、日本っていうのは皆さん冷蔵庫両開きのドア開けられたらだいたいペットボトルの最大が2リッターなんですねところがブラジル行くと3リッター4リッターのペットボトルなんですジュースとか水でだ 一番使用頻度の高いジュースとか水のペットボトボルが入らなないような冷蔵庫売れますかで韓国製はちゃんとマーケットリサーチをして両開きのドアには4リッターのボトルが入る厚みにしてるんですねで値段もちょっと安い当然売れますよでそういうことを、えーまあ、30年30年も経ってないからこれそういう馬鹿げたことをやってる全く敵知らないですね市場これ勝てこないんです 今はそういう会社も多分ほとんどないですよ。でも当時はねそういうことを平気でやってたんですね。でネーミングでね、えー、僕まあ冷蔵庫とか車別に置いといて、まあ、車大好きなんで今までネーミングで一番素晴らしいなと思ったのはイギリスの車です。えー、ローズロイスですね。これはねえー、っとなんて言ったらいいかな固有名詞つけるんですけども実体のないものを が全部ネーミングになってます、えー、ロールス・ロイスの最高級ってのはファントムっていうんですけども、えーまあ、ご存知ですねファントム幻影なんですねでゴースト幽霊なんクラウド・雲スピリッツ・魂シャドウ・影レイス・精霊シラフ・天使ただ、えー、2年前にロールス・ロイスもやっと、えー、SUV の車を出しました。 これに初めて名前がついたんです物体のあるもののカリなんていう車なんですけどもこれはね世界最大の宝石っていう宝石の名前なんですよだからやっぱりイギリスのロールソフリーって昔から世界をマーケットマーケティングしてるんでこういうことをね、えー、十分な調査の上にどの国へ持って行っても恥ずかしくない名前。 かっこいい名前っていうことをね平気で普通にやってるんですねでこれはもうまさにねマーケット調査不足ですですよく言わないんですけどもあのなんですかねあの飲み物でもいっぱいあるんですよ日本のあのリボビタンディをね真似して作ったレッドブルールあの会社僕いろいろ調べるんですけどねもともと大かどっかで作って今本拠地がオーストリアにヨーロッパを移って今米 英国のね企業傘下に入っているようなこう系列書いてあるんですけどもちょっと実態は分かんないですよねあの会社はリポピタンデーの真似をしたんですけどもリポピタンデーがね今売り上げ300億ぐらいなんですねで、えー、レッドブルは1600億ぐらいの売り上げある1種類ですよ商品であらゆるスポーツのジャンルにいろんなスポンサーとして提供してきててもう世界のああいうエネルギードリンクっていうんですかね トップメーカーカなりましたねわずか1種類でビンとかあれはちょっと材料違うのありますけども日本のリボビタンデーの武田役員ですかね全くものまねなんですであの会社は工場も物流も何にも持ってないです本社にある機能はマーケティング機能だけなんですねもう頭脳を頭脳を集めたのは製造とかそんな物流とかじゃないです、えー、マーケティング機能だけを本社に集めて あとは全部他人任せなんですね、まあ、IT 関係の会社でもありますよね、えー、デザインして、えー、全て100%外注してまあ今目の前に置いてあるコンピューターもそうなんですパソコンもそうなんですけども一切工事は持たない設計とマーケティングだけやるっていう会社はねものすごい身軽じゃないですかで世界制覇してるんですね。いや日本もちょっとととここれからら、ね、やるとしたら、まあ、そういういを 参考にしていったらいいなと思うんですけどもさあ世界羽ばたこう言ったってアメリカや何か日本で素晴らしい製品ができたといろいろ調べたらえアメリカで売れそうだ持っていこうその前にやるべきこと山ほどなんですそういう調査深,深掘りしないで持っていくともうしょうもないネーミングの問題であるとかねそういうことでえ引っかかってくるんですね売れなくなるんですよ。 食料品ででもそうですね今中東とかイスラム圏の方が来られるとハラルの印象を取った食品でないと売れないですよねあれも日本でやりだしたの最近なんですよだからヨーロッパなんか結構人の出入りが多いですからああいう商品っていうのは結構前からあるんですね日本はそんな始まっての5年56年かな10年経ってないです間違いなくだからいかにこう国際的なことを知らないか、えーまあ、日本島国なんでねほんと知らないですね日本人は。 だからこの辺はね、えー、さあ頑張って世界羽ばたこう言ったって語学をマストしたから出ていける問題では全然ないんですねもっと違うやり方をしないでもう向こうと同じ向こう買われる方と同じ土俵に立って、えー、商品をプロモーションしていかないとマーケティングしていかないとこれ売れないですよね特に今一番激しい言われているのがまあ医療品で、まあ、ほとんどが日本ないんですけども。 ワクチンにしてもね、えー、彼ら今、えー、ファイザーなんか売り上げが40%アップですから1年でもうチガいですよねでも延々とやってきてるそういうこと世界に向かってウイルスの研究をでものすごいお金かかるんですけどもいつ起こるかわからない事態に対して研究開発費を投入してきてるからこそ莫大な利益を上げるビジネスにつながるんですねで日本も <coughs> ぜひそういうことをやっていってほしいなと思います で世界へね羽ばたくの言葉の壁だけでは決してないですよ成功するためにはねやっぱり敵のこと敵って言ったらおかしいんですけどねあ売りたい国のマーケティング調査っていうのはもう全ジャンルにおいてやらないとダメでしょうねまず売れないですで何もグローバル産業だけが優秀だって言ってることは一切ないんですよ地域産業は地域産業でそれはそれで立派なもんなんですただ 今日本の会社っていうのはもう日本で作って日本国内で売ってただけでは成長しないの分かりきってるんで大きな企業はどんどん、えー、ヨーロッパに売ったりアメリカに売ったり南米に売ったりね、まあ、中国に売ったりしてるんですけどもじゃあどれだけ、えー、売りたい国のことを知ってるかっていうとままだまだ不十分ですねでそういうことを、えーまあ、会社やるのは当たり前なんですけども個人も意識して、えー、やらないと。 <laughs> 56年アメリカに留学して帰ってきてね何か授業やるのできこないですこの,のだからそういうことはよく考えてやられたらいいと思います、えー、大きくすることだけが立派なことではなくてその地域地域にどれだけ根を張った、えー、商売ができるかっていうことも一つ大きな大事な要素なんで,す <coughs> で皆さんね、まあ、若い息子さんを持ってる方の親御さんからよくコメントくるんですけども もうそろそろ <laughs> 内定もしてもらっておられて就職されてえ入社式ありますよ多分来月再来月4月1日ぐらいかな <laughs> 早いとかもうちょっと早いんですけどもえまあ会社でえ入社式やった時にねまあ当然社長かなんかが出てきて <laughs>「君たちは宝物だ」とかね「金の玉だ」って言いますけどもあの僕上談か入社式やりましたけど一回見てなそんだ場合のこと。 皆さんを目の前にして「あなた方は金の卵だ」って絶対思ってないですからそんなこと経営側はこれからうちへ来てどんどん勉強してくださいよねっていう言い方は正しいかもわからないけど君たちは金の卵ってあれバカですよね今どこでも社長言ってますけど同じーー企業はそんなこと言わないですよ金の卵はどうかなってこれからの様子を見ないとわからないじゃないですか宝物だ宝物じゃないんです取った段階で宝物になるはずないです その企業の中でいかにトレーニングされて馴染んでいろんな部署で使えるようになって成長して宝物になるんです入った瞬間に「君たちは宝物だ」なんてねよく言うな思って外国のねあの入社式で今もうネットワークでやってるらしいんだけどそんなこと言うオーナーさんいないです特にオーナー企業は言わないですよこの前もアマゾンがね1800万から平均年収4000万に変える言ってましたけどあれごく一部ですからね 全社社員に 4, 万渡したらら会潰れますからある中枢の社員のことを言ってるんですけども羨ましいですよね 1. 倍以上ですか1,800万の平均賃金を4,000万に引き上げるって発表してなんかテレビでわイはニュースやってましたけどやっぱりそれだけの余力があるんですよ儲かってくるとだからアマゾンがそういう賃金をアップする社員は宝物だと思ってるでしょうし まあ金の卵とは言わないですけど宝物だっていう意識の上にもう本当1,800万4,000万するんですよ大変なもんですよ企業の負担はでもできるんですこれがでもああいう会社をね社員を「あの金の卵だ」って入った時絶対言わないですからで、まあ、次のテーマにも引っかかってくるんですけども「さあ転職だ」っていうね <laughs> あのことにもも結びつけけていいきたいんですけどももう転職別にね皆さん若い方に勧めてるわけでも何でもないんですけど <coughs> 日本ではね転職、まあ、特に、まあ、アメリカと比べてものすすごく少ないですね今リクルートがいろんな転職ナビとかサイト作ってますけども要するに企業対企業の交流であるとか、えー、人対人のネットワークであるもう交流であるとかそういうものがね やっぱりアメリカにに比べたらはるかにネットワークちっこいですねで転職しようしよよううって言ってますけどね日本まあアメリカで言うとスキルアップって言うんですけどね、えー、転職した時は必ず今のポジションより自分の意思でするんですよ。首になって転職がこれ転職じゃないですから自分の意思で転職しようって思う時は必ずスキルアップなんですね。いい条件いい仕事を目指して転職するんです。 これ日本の、ねえー、企業間では非常に少ないでですすねここれれも一つ原因があるんですこれは別に何も日本の会社の悪口言うわけじゃないですけども <laughs> アメリカの全企業の、えー、社員に対する教育っていうのはね、えー、日本の約10倍です1年間もうどんな業種も全部そうです製造業も研究所もそうだし小売業もそうだし物流業もそうだし えー、自分とこの会社に対するえー、教育費用ですねこれはアメリカに比べたら残念ながら一桁立ち日本は少ないです、えー、言い換えれば日本の会社は「君たちは宝物だ」とかね「君たちは金の卵だ」って言いながら金の卵を教育してないんです宝物を教育してないんですね残念ながら10分の1ですよ。アメリカはそんななこと言わないけど なんとか生産性を上げてもらおうということを一生懸命になってとにかくトレーニングするんですねでも日本の会社はね、えー、全てとは言わないですけども真剣に社社員教育をやっている会社っていうのはほんとごく一部です <laughs> で日本はね昇進雇用っていうのがあったんで、えー、まあそんなことしなくても年功序列でだんだんこうキャリアアップ積んできたら <coughs> 会社に残ってくれるだろうっていう経営側の安心感があるんですね。 アメリカは違うんですなんとか半年とか1年でこの人間に一人前になってほしいと思う意識を持って教育してるんですねだから社員のレベルアップには投資惜しまないんですよ教育を日本はしないですよ本当に日本不安要素の経営陣からものすごいトレーニングして優秀なったら他へ行かれるみたいなね逆なんですねでもなかなかね日本のこれからも日本のね <laughs> まあ、教育は宝なんで政府も言ってますけどね、えー、企業の中で社員教育の費用っていうんですかそういうお金を真剣に増やしていくって会社はありますよあんまり聞かないですで米国の場合 <laughs>、まあ、転職っていうより自分の意思で、えー、転職する場合っていうのは必ずキャリアアップしていくんですね、えー、同業種であっても大きい会社へ行くとかかなり高級な会社へ行くとか まあ待遇だけではないですよ仕事のエリアがもっと広い会社に行くとか自分で選べるまで自分がレベルアップして自分が選んで転職してるんですね日本はなんかもう面白くないからやめようってリクナビ探して行ってアルバイト探してダメですよこれね自分がレベルアップしない限りはいいところ見つかるはずないんだよねでも日本の会社にいる限りもう独自でね勉強しない限りは 成長ししないでしょう、ね、<laughs> 僕昔あの合宿へ行った時っていうのはもうんでここまでうるさいぐらい教え込まれましたいろんなマニュアルがあってでも日本の会社でそういうのやる会社ってないですね上野市に行った時にあの、まあ、自動車の話戻りますけどある会社が、えー、何千人か入るんで各,各地の自衛隊に、えー、トレーニング入門で1週間送り込んで社員記憶でこれを打つんですよ四十何年前行ったら。 なんで自衛隊に走ってですね規律を覚えて教育代自動車会社に来たら自動車のことを教えたらいいじゃないですかそれが日本の教育の引き金になってるかも今は良くなってると思うんですけども規律を覚えさすのは教育じゃないですからね知識を覚えさすのが教育なんで体力つけたってねそれも一つの役に立つでしょうけども、えー、自衛隊に体験入学させてね1週間 で、いろんな舞台入れ替えてで社員教育の基礎教育終わったなんていう会社をね、まあ、当時はそれでも進んでたんでしょうけど <coughs> あんまり何もやってないですよねで、えーまあ、世の中を知るっていうか何か商売をやるためには、えー、やる相手のことをよく知る自分のことを知るのは当たり前なんでねで自分でスキルアップする、まあ、会社に当てになんないですから自分でスキルアップしていいポジションを狙う。 そういうことを常日頃考えてると。何でもいいから、勉強しないとダメなんですね。<laughs> で、この前もちょっと言いましたね。なんか親が子供に勉強しろ、勉強しろ、勉強しろ、もう耳にたぐができる勉強しろって。勉強するっていうことが。学生の時もそうだし、社会人になってもね、アレルギーになってるんですよ。でも、自分で好きでやりだしたら、とことんやりますからね。 僕今ある人からちょっと頼まれて「あるこんな事業どうのこうの」って言われてパソコンで調べてるんですけども朝からこの2日間朝から晩まで、えー、パソコンに貼り付いてやるただコピーするのしのもう2,000ページぐらいありますよ全部コピーしたらそれぐらい調べる気になったら何でも調べることできるんですやるかやらないかなだからまあ若い人も、まあ、30代40代はまだ若いですからえー 何か自分に役に立つこと、仕事だけじゃないですよ。何か自分に役に立つことを、えー、に取り組むっていうのはね、もう絶対忘れないでほしいですね。で、そういうことを取り組んでない人ほど世の中に不平をまいたり、会社に不平をまいたりね、言う資格ないです。自分に落ち目があるわけですから、落ち度が。ぜひ頑張るんであれば、えー、自分が前向きに何かのことを知識を吸収していくと。勉強じゃないですよ。 知識を吸収するのは勉強じゃないですもう今でもできます何も講師が喋ってねやるのが勉強では何にもない自分の意思10分持っただけでね、えー、なんかいっぱい分かりますよ今パソコンなんかも自由に使えるんで1年間たったらすごい知識になりますよそれも自分が好きなこと役に立つことを毎日こうやっていったらね積み上げってすごいですよねだからあの さあ世界へ羽ばたこうってもうすごいいいことなんだけど羽ばたく前の準備できてない人できてない企業が羽ばたいたら潰れますよこれ日本でもそうですえ今30歳の方おられてまあ会社でって8年ですかね大学出られてでまあそろそろ役職つくか,かつかないかっていうョンの方がいらっしゃるんですけど一歩二歩前出るんだったらこう横並びの人とね資本主義って競争の世界なんでよりもどれだけ知識が上にいるか。 ということが決めてになってくるどれだけお客さんを大事にしてるかどれだけ商品を知ってるかどれだけマーケティングに力あるのかっていうだからそういうことを自分自身が自分を磨いていかないとなかなか羽ばたけないですよねでも羽ばたける人はどんどんんいてくださいで失敗しないようにするためには羽ばたこうとする転職でもそうですよ海外でもそうですよ羽ばたこうとする相手の状況まあ アメリカとアメリカのことをよく知るっていうことヨーロッパやフランス行きたいんだったらフランスのことをよく知るそういうことを常日頃心こがこ行ったらねもうほんと半年一年でね見違えるようなあのレベルになりますよ個人個人がそうなったら「やっ」てこう外へ羽ばたいて出て行っていただけたらいいと思うんですけどねはい今日はこの辺にしておきます